ドゥルガーはヒンドゥー教の女神である。その名は近づきがたいものを意味する。テイバ神族の妖精によってアスラ神族と戦った。芝神の神秘とされパールバティと同一視された。外見は優美で美しいが、実際は恐るべき戦いの女神である。三つの目を持っており、額の中央に一つの目がある。十本あるいは十八本の腕にそれぞれ真珠の武器を持つ。 トラもしくはライオンに乗る姿で描かれる。神話によると、アスラ神族の王魔飛車が、アスラの軍勢を率いて、天界を攻め、天界に住んでいたデーバ神族の神々を追放してしまった。破れたデーバ神族は、シバとビシュヌに助けを求め、それを聞いたシバとビシュヌは怒り、光を発した。他の神々も光を発し、光が一つに集まり凶暴な女神チャンディが生まれた。 チャンディーはアスラ親族討伐のためデーバ親族から以下のものを授かった。チャンディーはアスラ親族の軍勢を次々と殲滅し、最後に水牛の姿をした麻痺者を討ち取った。ドゥルガーが芝神の三策劇で麻痺者にとどめを刺すず、麻痺者アスラマルディニーはこの話に由来する。これらの神話はヒンドゥー教の聖典マールカンデーやプラーナの一部。 デイビー・マーハートミアに綴られている。シュムバ、ニシュムバとの戦いでは、怒りがドゥルガーの額を黒く染め、そこから恐ろしい行走を持つ黒い女神カーディを生み出した。この女神は、ドゥルガー以上に純粋に戦闘を楽しむ破壊の女神とされる。さらにドゥルガーは逆だった神から七人の戦いの女神、マトリカスを生み出している。ドゥルガーという名称は、 アスラのドゥルガーを大戦争の末に滅ぼしたとき、記念としてそのアスラの名を、自らの名前にしたのだという。また、チャンダとムンダというアスラ親族を倒したことから、チャームンダーとも呼ばれる。9つの化身を持つドゥルガーの別名はナバドゥルガー、であり、特に、ナバラートリーというヒンドゥー教の祭りが行われている。また、カーララートリーとも同一視される。また、ドゥルガーは別名を、 ビカラーラーといい、仏教では、幸福寺八部衆や二十八部衆の出馬から、十二、新章のビカラとなっている。また、純太古観音になったという説もある。トットギ天女、トットギ天神、再天女とも呼ばれ、現状三蔵の伝記、大寺恩寺三蔵法師伝では、トットギという表記で登場する。上記のチャームンダーを恩社した、シャブンタという名前でな 母店の一村に数えられ、炎馬天の建属にも、なっている。10月頃に行われる、ドゥルガープージャーはドゥルガーを祝う祭りであり、とりわけ、ベンガル地方では、盛大に取り行われている。ドゥルガーはもともと、インド半島部のデカン高原に住むインド先住民で、あるデカンの民に崇拝されていた神であったとされている。デカン高原カルナータカシューバーダーミのアイホーレ村の遺跡には、 7世紀後期のドゥルガー寺院があり、見事な彫刻が残されている。ありがとうございます。